ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。5周年、最高のシナジー発見。アザミの忍法伝授で、ついに、知力でバッファー、リアム、誕生。本日の動画は、現在、ガチャで、新スタイルが実装された、アザミが主役なんですが、そのアザミと、最もシナジーのあるキャラを見つけたので、その話と、実際にバトルをしていこうと思います。アザミの新技に、忍法伝授、という補助技があります。簡単に言うと、忍法伝授を付与されると、味方全員が、体力、知力でバッファーになります。他にも、ターン開始時、37% の発生確率で、自身の HP と BP を回復します。味方全員が、知力でバッファーになる、と聞くと、どうも、すごい技に見えるのですが、デバフが発動するには、2つ条件があります。1つが、攻撃時、デバフ自体が、25% の発生確率になります。およそ4回に1回発動する感じです。2つ目の条件は、敵にデバフを付与するには、攻撃するキャラの知力が高くないと、25% の確率に当たっても、デバフが付与されないという点です。このため、アザミの忍法伝授は、一見、すごい補助技に見えるのですが、これを有効活用できるキャラは、結構少なくなります。ただ、うまく活用できるなら、術攻撃を多くしてくる敵には、かなり有利に戦うことができます。発動確率が 25% なので、攻撃回数が多いキャラが、忍法伝授と相性が良く、かつ、知力の高いのが条件です。そこで、実は、思いもかけないキャラが、アザミと、シナジーがあることに、気がつきました。そのキャラというのが、こちら。5周年スタイルの、リアムです。5周年スタイルは、レッグスナイプという、素早さデバフ技を持っています。そのため、知力補正が 95% と、かなり高くなっています。かつ、先日私が動画で挙げたように、大決戦スタイルから、コンバートウェポンを継承することで、1ターンに、最大7回攻撃が可能になります。もちろん、大決戦スタイルがなくとも、他のスタイルから、リボルブを継承することで、LP を消費しますが、7回から、最大8回までの攻撃が、1ターンに可能になります。7回も攻撃すれば、発生確率がたとえ 25% といえど、かなりの知力でバフが期待できます。ということで、これからは、実戦です。バトルに参りましょう。パーティー編成は、アザミ、リアム、エレン、レオン、シーレイです。エレンも、攻撃回数が多く、かつ、知力補正が高いので、アザミの忍法伝授と、相性がいいキャラの一人です。バトルは、状態異常を食らったら、一発で、アウトの、ロマンシング、ファイアブリンガー戦です。リアムとエレンが攻撃した時の、知力、体力デバフにご注目ください。これぞ、忍者、アザミ、忍術の真骨頂です。バトルスタート。
Thank you.
Thank you.